ドラゴンクエスト。昭和61年5月27日にエニックスより発売されたファミリーコンピューター用ロールプレイングゲームである。シナリオ堀井雄二、デザイン鳥山明、音楽杉山浩一、プログラム中村浩一という豪華制作陣をプロデューサーである千田幸信がまとめ上げた。累計8000万本以上を売り上げる超ヒット作の第一作である。本作品のキャッチコピーは、今新しい伝説が生まれようとしている。本作の舞台であるアレフガルドはかつて大魔王の手によって闇に覆われていたが、大魔王は伝説の勇者ロトによって倒され、魔物たちも光の玉によって封印された。それ以来アレフガルドは平和が続いていた。月日は流れ、ラダトームの王であるラルス16世がアレフガルドを治める時代に、アレフガルドに再び邪悪な者が現れた。その名は竜王。竜王はラダトームから光の玉とローラ姫を奪い、アレフガルドは再び魔物の闊歩する世界となった。竜王に戦いを挑む者もいたが、生きて帰ってきた者は一人もいなかった。そして、ローラ姫もどこかに監禁されてしまった。そんな中、ある預言者が、勇者ロトの血を引く者が竜王を滅ぼすであろうと予言した。そして予言通り、ロトの血を引く勇者が現れた。王様に、姫と平和を取り戻すよう頼まれた勇者は、竜王の城を目指して、一人旅立つ。行け、勇者リコよ。世界に光をもたらすのだ。世界を救うのが夢なんでめっちゃかっこよかった。はあ、アレフガルドアレフガルドかな。あ、これは土地の名前だったんですかね。ではゲームに行ってみようと思います。ゲームスタート。おゲーム画面ついてたからね。よし。そう、あ、え？この音楽は聞いたことありますよ。この音楽は聞いたことある。あ、これでスタート、なんか、ん？スタートでいいんですかね。ここからスタートで OK ですね。ではアレフガルドに行ってまいります。行ってまいります。ありがとうございます。来てくれてありがとうございます。名曲。確かに、だって私も知ってますもん、この曲嬉しいお、名前を入れてくる。あ、やった勇者リコ。これは名前、勇者から入れ、あ、4文字入れるんですか。待って、難しいよ。あ、わかった。こうして
ほう、あ、できた。よしよし、あ、できた。なにこれ。ん、2文字でも OK。 リコ、勇者リコ、できました。おー、でもこれは進んでいいのかな。おーおー、びっくりした、びっくりした。おー、リコ、勇者ロトの血を引く。あ、ロト、さっきいた。うんうん、そなたの来るのを待っておったぞ。多分2回テテって押しちゃったような気がする。全員カメラ目線。昔、勇者ロトが神から光の玉を授かり、魔物たちを封じ込めたという。ふむ、なるほど。しかし、現れ、悪魔の化身が現れた。あ、竜王、あ、さっきのだ。この地に再び平和を、お、平和を、私が平和をもたらすよ。竜王を倒し、その手から光の玉を取る。あー、光の玉を私今から取りに行くんだ。オッケー、わしからの贈り物じゃ。そなたの横にある宝の箱を取るがよい。お、いいの？この部屋にいる兵士に聞けば、旅の知識、おお、すごい知識教えてくれるの。やった。お、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 すごい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 。え、これは話す強さ、階段、扉、なんだろう。だってなんか宝箱の開け方わからないもん。道具？あ、調べるかな。お、あ、あ、できたかも。あ、すごい。あ、ドルがある。ありがとうございます。あ、ドルがある。鍵を見つけた。あ、鍵を見つけた。あ、じゃあさっきのこれか。調べる。リコは自分の足元を調べた。宝の箱がある、あるよ。ん？ん？どれ？松明？え、松明？かっこいい。松明ってあの火のやつでしょ？どれ？120ゴールド？イエーイ！これ取ってよかったのかな？よかったのかな？して、喋ろう。北、西、みんな、え、なにこれ、方向のこと。南、おー、やったやったやった。このお城を出ると隣に町がある。そこでまず武器と防具を買い揃えることだ。わかった。戦いで傷ついた時は町に戻り、宿屋に泊まると傷が回復するだろう。お、覚えておかなくちゃいけない。宝の箱は全部取ったから、鍵がありました、ありました。一度使うとなくなってしまうが、その鍵で扉を開けた時、うん、うん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 、あ、チュートリアル、なるほど。じゃあこれは今私チュートリアルをプレイしているってことか。調べる。おお、開いた開いた。本当の曲図になって。何これは。あ、ん？あ、階段って書いてある。親切。すごく親切。これも喋るのかな。多分西。復活の呪文があれば、それを聞いた時の状態で蘇ることができる。復活の呪文？復活の呪文？なんだろう。復活の呪文ってなんだろう。呪文？話します。旅を一度やめたいときは、王に会い、復活の呪文？復活の呪文？また復活の呪文って出てきたよ。そなたに復活、あ、あ、あ、やった、やったやった、復活の呪文教えてくれるって。待って待って、うわ、グデ
秘密と喫茶、これはメモしないといけないのかな。写真撮ろう。おー、写真撮っとこう。復活の呪文、これなんか入力しないといけないのかな。ではまた会おう、勇者リコよ。またな、王様、またな。じゃあ食べに行ってくるぞ。階段、これいいですねこれいいな、これいいな。私、階段とか書いてあるの私好きかもしれない。話す、西、ここ、あ、ルルトーブーの昔楽園でした。それを魔物たちが、魔物たちと戦って経験、あ、魔物たちと戦っ、あ、そっかそっか、そうせんといかんのか。そうすれば勇者としてのレベルが次々と上がり強くなっていくでしょう。うわー、私たちは旅の商人です。多くの仲間が魔物たちに殺さ、うわー、ほんとこれ通れないよ。これは階段、あ、階段がないって言ってくれる。机、あ、これ机なんだ。私なんか飛び越えんといかんのかと思ってました。話す、おー、喋れた。うぬこ、え、こわ、え、なに、光ったよ、光あれって。お、光あった、光ありました、ありがとう。ん、何が起こったか、光がありましたあ、な、え、なんか外に出たよ、なに、え、進んでいいんですかね、わかんないや。これ何、あ、これはいけない。スライムだ。そうなんだ、これ戦っていいの。あ、こっちの方、お、スライムだ。リコの攻撃、会心の一撃。お、お、え、倒せた、やったー。え、スライムって仲間にならないんですか。スライムって倒すだけ、これ仲間にできないんだ。あ、スライム、スライム仲間になると思ってました。あ、違うんだ、倒すんだ。会心の一撃？え？いきなり？あ、普通って出ないんですか？わかんなかった。わかんなかった。会心の一撃ってなんか絶対に出るのかと思ってた。敵キャラか。なんだ、私なんか一緒に食べに行こうぜみたいな、あの桃太郎みたいになるのと思ってました。違うんだ。残念だ。残念だ、私スライムさんに会うのすごく楽しみにしてたんですよ。この町のずっと北に行き、海辺を西に歩くと、ガライの町があるそうです。ガライの町？あ、宿屋、あ、違う、しない、止まらない。いいえ。さよなら旅の人、あまり無理をなさいませぬように。優しい。あ、道具屋ついた。これ道具？道具屋？物を買いに来た。薬草。何これ？中に進み、机越しに話しかけてくださいな。え、でも机の前に人がいるよ。机の前に人がいる。話しかけれないよ。何してるの？橋に気をつけろ。橋を渡って遠くに行くほど恐ろしい魔物たちがある。橋？今どいた？今どいた？どいた？あ、どいた？どいた？よしよしよし。よし。うんうん。あるあるなんですね。町の外に出る前に武器を買ってって言われた。竹竿。銅の剣、あ、銅の
剣？剣って剣のことですよね。竹竿、竹竿、これはコイン、銅の剣は買えないですね。うん、わかりました。じゃあ私とりあえずなんか武器が欲しいんですけど、竹竿が武器ですか？コンボ？剣って書いてあるのはもう高くて買えないから、盾は持ってた方がいいのかな。とりあえずコンボを、皆さんコンボって言われてるのでコンボを買います。それでいいかね。はい。おお、武器持ってる、武器持ってる。え、これ裸なの？ちょっと待って、じゃあお洋服だけ買わせて。はい、革布、布しか買えないから布で、はい、良いです。うわー、イエーイ。そうそう、北に行きなさいって、北に行きなさいだって。あ、出てきた。あ、え、なにこれ、なにこれ、なんかコウモリみたいなのが出てきた。スライムじゃない。なんで2ポイントも攻撃されるの？戦う！イエイイエイ！攻撃！うわー！この子はドラキーというんですね。かわいい。かわいい、確かに。会心の一撃！出ない。なんか赤くなっちゃった。なんで？あ、こっち、この時代は、あ、倒せた倒せた、やったー。6ゴールドで、うん、はい、おやすみなさーい。おやすみなさーい。え、これ倒れたらどうなるんだろう。うん、あ、それは困る、危ない。あ、え、なにこれ、色が違う。赤くない、赤い赤い、青くない。スライムベス、お、強いぞ。あー、強かった、やった、勝ったよ、イエイイエイ。めっちゃミスする。うん、スライム倒した、イエイ。あ、これ地道に、じゃあこうやってレベル、おわ、レベルが上がった。え、待って、今の音聞いたことある。なんか聞いたことあった、曲、音が出てきた。6ポイント増えた。何が？あ、こっちのおじいちゃんじゃない。おじいちゃんってどこにいた？あ、この人かな。毒の無体力、だろう。こう、さ、こっちか。なんかこの人か。ありがとうございます。そうだったそうだった、なんか お世話になるって言ってた人だ。イエーイ。うおー、また光をくれた。 MP 回復、 MP ってずっとゼロだったよ。ゼロでした。呪文？え、勇者リコは呪文が使えるんですか？え、戦う！リコの攻撃、スライムベースに2ポイントのダメージを与えた。あ、エクスペエアム。あ、いたー！レベルがたたった。あ、まだ覚えきれてない。レベルアップの音楽、わかんない。レベル上がった、やった。力が2ポイント上がった。素早さが2ポイント上がった。最大 HP が2ポイント増えた。最大 MP、 あ、 MP ついた、プーブー、 MP ついた。呪文を一つ覚えた。使いたい、呪文使いたい。来ましたよ、光あれおじさん、おお、神よ。
古い言い伝えの勇者リコに光あれ。おお、やったーやったやったやった、てて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 てー待って、もう一回レベル上がらないと覚えれないかもちょっと何回かやっていかないと、私多分てててててわかんない待って、わかんないててててて、あ、やっぱりちょっともう一回レベル上げに行きます呪文ホイミ、ホイミ、美味しそう名前本当ですね、脳内にちゃんと音楽を刻み込めるまでレベル上げしていこう。ホイミって書いてある呪文、なんか美味しそうな名前ですね。ホイミ、リコはホイミの呪文を唱えた、を唱えたよ。うん、何これ、何ができたんだろう。ホイミ、あ、なんかでも MP が一気にバッて減ってる。あれ、ホイミって唱えたけど何が起こったんだ、何が起こったか分かんなかった。あ、かゆく、気づかなかった。もう一回したい、見たい。美味しそうですよ、ホイミ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 って名前美味しそう。なんかお肉がたくさん入ってそうな名前ですね。それお肉食べて HP が回復するのかもしれない。なるほど、これでね、これで宿題が浮く。素晴らしい、すごいゲームだな。強いの買えるんじゃないかな。買えないわ、全然買えないわ全然買えなかった。180 お金6ゴールド、もう全然全然足りなかった180もいるんですって。強くなっていくの楽しいですよね、楽しい。なんか3ポイントとか与えられるのすごい。だって最初1ポ…おお、4ポイント、4ポイント見ました。今4ポイントで1回で倒せましたよ。会心の一撃じゃなかったの。なるほど。私、ロールプレイングゲーム好きかもしれない。すごい楽しい、普通に。なんかこういうのって、地道にずっとやってるのって結構楽しいですよね。私は好きだな、こういう地道にするの。倒せた、倒せた。呪文、ホイミ、ホイミの呪文を唱えた。おー、素晴らしい。え、待って、 HP マックスになるんですか。あ、なんだ、3しか回復しないと思ってた。ホイミすごい、ホイミすごい。これは宿なしで大丈夫ですね。リコ、勇者リコは宿なし宿なしでも大丈夫じゃん。あと多分1回したら、あと1回したらレベルが上がるはずだと思います。上がるよ、上がるよ、覚えるよ、覚えますよ。きたー、スライムが来たー、戦う。ちょっと待ってくださいね。今日はレベルが上がった。おお、やったー。てて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 。てててん？て、ん？ててて。ま、あ、わかんなかったまた。よし。ではレベル4になりました。呪文。あ、なんか出る、なんか覚えてる、なんか覚えてる。ギラ。ギラ。ギラ、なんか呪文全部美味しそうに見えるの私だけですかね。ギラ、ギラって油が乗ってるお肉みたいななんか油が乗ってるお肉
肉シリーズで来てるのかも。あ、なんか、なにこれ、なんだこれは、誰ですか。ゴースト、ゴースト、かわいいゴースト、帽子がキュートだね。戦う、猫の攻撃2ポイントしか与えられないの。じゃあゴーストって強いんだ。え、ちょっと待って、じゃあ使ってみよう、使ってみよう、キラ強い強い、10ポイントのダメージ、めちゃめちゃ強いですよね。会心の一撃より強い。なんだこれ、あ、階段じゃなくても入れた。これはあれですね、私聞いて覚えてる、松明。おお、怖い怖い怖い、私ホラーゲームとかちょっと苦手だから、これ怖い。なんかマップがどうのとかもなんか今わかんないけど適当。あ、調べる、リコは自分の足元を調べた。宝箱があった。これはどうするの、どうやったんだっけ。あ、取るだった、取る。石板、石板にはこう書かれている、また、あ、ロト、私のことだよ、血を引きし者よ。ラダートームから見える魔の島に渡るには3つのものが必要だった。これは写真撮っておこう。魔王、私はそれらを集め魔の島に渡り魔王を倒した。そして今その3つの神秘なるものを3人の賢者に託す。賢者に託す、3人の賢者に託す。彼らの子孫がそれらを守ってゆくだろう。うん、重要ですね。わかりました。じゃあその3つを、あ、写真撮った3つを、あ、メモが3つ。でもその人たちがどこにいるかがわからない。あった、ありがたい。銀遊の詩人ガライが、この町ガライなんか重要かもしれない。いらっしゃいませ、ここは道具屋です。あ、道具屋、おお、松明はまだあったよ。あ、松明ってもしかして一回使ったらなくなる。じゃあちょっと買っておいた方がいいのかな。買っておこう。松明ください。はい。いや、もういいです。はい。ミヤオウダ。キムコを探し、ミヤオウダ。ミヤオウ。キムコを探している。お、わかんない。昔語りの町、昔語りの町、ガライにようこそ。うん、なんかいっぱい、え、なにこれ、なにこれ、なんか増えてる。棍棒なら買えるよ。でもなんかちょっともったいないからまだ。なんか道具が増えてますね。旅人、あ、うわー、高くなってる。ちょっと元はないです。うん、ありがとう。うん、スマホメモ素晴らしいです。こんぼう、あ、そっか、こんぼうはもうなんかこれこんぼうか持ってたの竹じゃなかった、間違えた。こんぼう左に行ったら西かな、左が。さっき西って言われて左に、あ、じゃあ東だ、こっちだ。離
す？あ、話すってどこででもできるんですね。何これ？え？呪文使おう。ギラギラ。怖い怖い。え？ギラ使われたんだけど。これ逃げた方がいいのかな？ギラ。倒せた。怖い。こう帰る。帰りたい。帰る帰る帰る。帰るもう帰る。なんか変なのが出てきちゃった。帰ります。かな、どうしようかな。あ、じゃあ川の盾を先に買います。はいはい、ありがとうございます。いや、もうちょっと買えないかな、もう買えないかな。ありがとう。おー、盾。え、すごい。え、かわいいかわいいかわいい。すごい、なんか強くなった気がする。盾持ってる。写真撮りたい。経験値も貯まるなんてすごい。あ、来た、ゴーストだ。ゴールド貯まって経験値も、もうすぐレベル上がりますね。呪文ギラ。うんうん、ここで、あ、9ポイント。ほら、じゃあやっぱ8ポイントだ。あっ、て、最後がたた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 かな、合ってる。たた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 ただ。うわー、レベル上がったー、イエーイ。力が4ポイント上がった。素早さが2ポイント上がった。最大 HP が4ポイント増えた。最大 MP が4ポイント増えた。わいわいわい。そしてリコはメロディーを覚えた。てただだったった。あ、すごい、覚えた。覚えた覚えた。でも次回忘れてるかもしれない。まだ買えない。ドーナツ。革の服は買える。布、だって布だもん。革買ってもいいかな。か、買おう。え、引き取ってくれるの？優しい。え、引き取り、え、いいの？いいの？ありがとうございます。よいよい、引き取って、え、優しい。来てたのに、今まで着てたものを引き取ってくれるって。革の服になりました。あー、コメントありがとうございます。はぐれメタルさん、うん、はぐれメタルの存在。はぐれメタル、ん、今はぐれメタルさん来てくださいました。はじめましてです。ありがとうございます。今ですね、ドラゴンクエストをプレイしていますよ。はあ、ドラキー戦う。はぐれメタルさんの存在今知りました。戦う。はぐれメ、なんかはぐれメタルさんって有名なんですか？なんか結構皆さんお名前知ってたみたい。敵。敵の名前だったの。そうだったんだ。はぐれメタル。なんだなんだ、はぐれメタルさんがなんか有名人なのかと思った。あ、有名人じゃ有名人なんだ。なんだ。敵というか恋する相手かも。恋をするの？リコ違う、勇者か、勇者が恋をするのか。敵であり味方のような存在。あい、あい、ぼ、え、待って、じゃあそれこそ一緒に旅をしてくれるのかな、してくれたりするのかな。
嬉しい。進んでみます。山とかに行くと危ないらしいので。え、待って待って待って、橋だよ。また怖いよ。びっくりした。あ、なに、え、なんか色が違う。メイジドラキ、メイジドラキが、なんか違うのが強いのか、やっぱり。これはやばいかも。今2ポイント与えたでしょ。2ポイント、これで4ポイントになったでしょ。え、ギラの呪文とかしてきた。やばい、嘘、これはやばい。ギラ返し。あー、よかった。なんかめっちゃ強かったよ。これ進みたくないよ。なんか違うのがある。あ、なんかある、なんかある、なんかあるぞ。新しいとこ見つけましたよ。砂漠みたいなのがある。あ、でもちょっとやばいかな、 HP。 よしよし、呪文ホイミ唱え、唱えとこ、怖いから。なになになに、え、なになに、バシュ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 ってなってたよ。なに今の。初めてのドラクエをやっております。レベル5。勇者リコはですね、世界を救っているんですよ。覚えたての言葉ばっかり。あ、来たー、ダダダダダダーダダダダダダー、イエイイエイイエイ、音楽も覚えてたー。やっとレベルが上がったよ。力が4ポイント上がった。最大 HP が3ポイント増えた。最大 MP が4ポイント増えた。イエイイエイイエイ。メロディー完璧。あ、よかった。やったー。たたたたたたー。ちゃんと覚えれた。あー、その前にスライムと戦うんだ。あ、逃げた逃げた。勇者リコは強いのであった。あ、ドラクエ大好き。ほんとですか？なんか、リコが変なことしてたりしたら教えてください。そこは危ないよとか教えていただけたら嬉しいです。あ、強さ強さ強さ。よし、これでコンボとどのくらい違うか。武器と鎧の店だ。何か買うかね。はい、銅の剣をください。はいはい。おお、30ゴールドで引き取ってくれるなんて本当にありがたい。良いです、とっても良いです。ありがとう、どうもありがとう。あー、ゴールドがゼロになるところだったのが30に変わった。ありがとう。そして強さをチェック。はぁ、すごい、攻撃力がかなり上がってる。待って、18だったもん。18だったよ。はぁ、これはかなり強くなったぞ。スライムが現れたぞ。やばいやばい、めちゃめちゃ強い。待って、スライムに10ポイント。あれ、ああ、え、なにこれなにこれなにこれ、またなにこれ、やばい。なんか骸骨、新しいからギラ使おう。新しい人だから怖いもん。あ、そっかそっか、これはやばいのか。逃げるべきかな。逃げる。怖っ怖っ。えい、ただいまー。武器屋さんです。話す。
波。ここは武器と鎧の見せてください。待って、全然200じゃないじゃん。え、めちゃくちゃ鉄のもの560。鎖、片びら、鉄の鎧、鉄の盾、なんかなんだろうこれ、鎖、片びら、銅の剣、銅の剣でもあんだけ強いから鉄の斧って相当強いのかな。鎖片びらってなんだろう。うん、鎖片びら、そうですね、まずこれをちょっと装備してみたい。うん、うん、あ、鎧なんですね。あ、鎧なんだ。じゃあ300まで頑張って貯めよう。あと30。ちょっと王様に一回会ってくるね。せっかく戻ってきたから、やっぱここの町に戻ってくると王様にはやっぱご挨拶しておかないといけないからね。王様、王様、ちょっとだけ帰ってきたよ。リコだよ。そうだよ。うん、あと98ポイント。え、98ポイント、本当ありがとう、教えてくれて。そしてこれで写真撮っておこう。カシャン、よし、バッチリ。 RPG あるある、やめられない、止まらない。確かにその感じですね。気づいたら朝とかなってそう、このまんまだったら。ありえる、ありえますねこれは。え、なんか橋越えても出てきた。なんでついてきちゃったのかな。ついてこないで、こっちまで。ピンクの人がこっちまでついてきた。いやー、でも倒せた。お、300超えてる。行こう行こう、お買い物しに行こう。さて皆さん、装備を買いますよ。さてさて、お話、武器と鎧の店だ。何か買うかね。もちろん、これだったかな、鎖片びら。あ、待って待って待って、その前に強さを見なきゃ。うん、ロックマン、ロックマンの時はグイグイでしたからね、私。グイグイ言ってましたからね。なんかほら、なんか物が違うから。なんかね。ロックマンって勢いでもなんかいけた感あったけど、なんかこれは勢いじゃいけないですもんね。守備力15でしたね、強さ見たところですよ。そう、さあこれがどう変わるか、どう変わるかですよ。守備力15、いきます、買います。鎖片びらください、ください。革の服、あ、35ゴールドで引き取ってくれるの？本当にありがたい。ありがとう。それで良いです。すごく良いです。どうもありがとう。もう良いです。また来まーす。おー、これで強さどうなったかな？じゃじゃん。攻撃力、間違った。守備力、21。めっちゃ上がった。6も上がりましたよ。こんなに違うんだ。すごーい。気にいいかもですね。ここくらいがちょうどいいかもですね。じゃあこれで、これでこの呪文を、あ、では64分、うんうん、いい感じです。ここで復活の呪文を写真撮ってたらいいんですかね。ここで、で次スタートの時にこれを、復活の呪文をするみたい。チラシの裏、チラシの裏にメモする。私ね、今ここ手元にあるのですね、チラシじゃなくて折り紙ならあります。折り紙の裏ならあるから、折り紙にメモしとこっかな。なるほどなるほど。じゃあこの写真はバッチリ
残しておかないといけないですね。ではまた会おう、勇者リコよ。王様、今日は一日ありがとう。楽しかった。また次会おうぜ。王様、また次に会おうぜ。イエイイエイ。FGMF と提携させていただいて、はい、こう配信というか調査をさせてもらってるじゃないですか。はい、でそこで毎回イベントをやっておりまして、イベント、はい、はい、レトロゲーという、なんと、まあ、昔のって言っていいのかな、うん、のそのゲームの音楽を配信するイベントっていうのをよくやっておりまして、はい、でそこでネスバンドさんという方にも毎回演奏していただいてるんですよ。はい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 。でそこで、うん、そのネスバンドさんのリーダーであるマツケン先生が実際にこのドラクエの音楽を演奏している動画をいただいておりまして、すごい。なのでそれをせっかくなので、まあ、皆さんにもお見せして、で、まあ、この配信を終わろうかと思っておりますので。わー、なんとなんとサプライズ、ありがとうございます。うん、ですです。すごい。はい、じゃあ、まあ、なのでその動画もですね、うんうん、見ていただいて、うん、締めくくっていただければと。あー、わかりました、はい、ありがとうございます。はい、まあ、もしかしたら、まあ、今回とりあえずそれで締めくくっていただいて、次回最初からになる可能性がありますので、そしたらまた1からはいちょっと、はい、スーパーファミコン版で。かしこまりました。はい、お願いいたします。はい、ありがとうございます。はい、はい、ではその動画また送っておりますので。はい、わかりました。よろしくお願いします。はい、はい、ではでは、お疲れ様です。ありがとうございました。はい。いやー、ピアノの演奏すごかったー。なんか聞いたことある曲もありました。ありました。なんか、あ、なんかこれなんか聞いたことあるぞみたいな曲がありました。では本当に本当にここで、うん、ここで本当に最後でございますのででは本当に本当にこれでおつりこでした。ありがとうございました。